い、どうも、チャンネル隊長の隊長です。ゆめです。奥さん、はい、肉、そして寿司、好きですか？大好き。大好きなもの2つが1つになったら、それはとても大好きなことになりませんか？大大好き。ということで、今日はね、肉寿司を食べようと思います。やったー。え、ここで肉寿司ナウナウ、ナウ肉寿司、ナウ肉寿司、ナウ肉寿司です。あのね、今回ね、だいたい肉寿司って聞くと、うん、なんか牛肉のイメージない？それはそうでしょうね。ですよね、うん、牛肉のイメージありますよね、うん、でもこれをさ、牛以外のものに変えたくない？なんかそんな気分じゃないですか、今日。え、豚、鳥、馬、馬、馬、え、どう、もしかして、はい、馬刺し。正解です。いや、思ったよ。馬刺しって生じゃん、うん、生の肉じゃん、うんうん、で、肉寿司も生の肉じゃん、うん、じゃあこれさ、馬でもできるんじゃん、あ、ねえのと思って、うん、今日はね、馬肉を買ってきたんですよ。え、マジで？マジ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 のマジ、マジマジのマジですか？うん、マジですよ。最高なやつじゃないですか。うっ、準備がいいね。はい、とりあえずね、酢飯がここに、はい、とりあえず酢飯しかできないです。え、肉は切るとこからスタート。あ、なるほど。はい、ということで作るぞ。えいっす。懐かしい。はい、切るよ。切るよ。お腹空いてんだよ、私は。こちらです。はい、はい、これあの、馬肉ロースでございます。馬肉ロースですよ、馬ニロ、馬ニロ。あ、ちなみにこれね、業務スーパーで買いました。すごいよね、業務スーパーって馬肉持ってっからね。やったね。ちなみにあれ、あなたの誕生日の時にあの、作ったやつ、あの馬肉です、ね、あの馬肉と同じものです。でも美味しいよ。美味しいです。あれ、うまかったから。美味しいです。これは期待大だ。あの、握る人、米を、僕、肉切ります。任せろ。よっしゃ、任せた。寿司なんか握ったことないんだけど。そうだね。お皿いるね。そうだね。ギリは炭入れ塗料。炭入れ塗料。炭入れ塗料がちょっと持ちょっと恥ずかしいよね。よし、取れた。はい、はい、握ったろやないかい。はい、じゃあ僕、切っていきます。水分で手袋ができない。ほんと。はい、じゃあ切っていきます。肉は人を幸せにするんだよ。そうなんだよ。違う、硬くね。うわ、すげえ、ほんと？そんなことない、酢飯モードで買ったよ。ほんと？そんなモードあるの？あるある、寿司飯って書いてある。ほんとだ。え、みちゃん、私上手じゃない？あ、うまっ。え、ようやるじゃん。え、ほんとだ。握りめっちゃうまい。ほんとだね。どうや、げんこつ握りとは違いますよ、多分。あったな、そんなこと。寝起きドッキリのスパイダー寿司。ありましたね。なスパイダー寿司じゃない、ワイルド寿司だよ。ワイルド寿司か。ワイルド寿司だ。あれはワイルド寿司だ。あれはワイルド寿司。寿司を握ろうと思います。寿司酢昆布だし入り。それでは握っていきたいと思います。よいしょ。寿司なんて握ったことないですからね。ちょっとこれはサイズを間違えた。すごいシャリとネタのこの比率が、あ、なんか違うな、なんか違うな、これ。さあ、切るぞ。切って、映ってる？映ってんじゃない？いや、体がでかすぎて隠れてる。すいません。これだからな、難しいんだよな、料理系は。そうなんだよね。はい、いきます。すー、そもそもこんな狭いキッチン、2人で立とうっていうのが間違ってんの、ね、いいじゃない、なんだか仲いい夫婦みたいで。そうね、そうだよね、仲いいのをアピールしとかないと。そうだな。闇が深いって言われちゃうよ。いいの？なんか言えよ。なんとか言えよ。え、これつまみ食いしたら怒られる？怒るよ、俺が。よっしゃ、怒らしたの。やめろよ。めったに見れない隊長の怒りが見れるよ。タッチが悪いって。え、つまみ食いしちゃダメ？まあいいよ、じゃあ。本当に？いいよ、別に。え、なんか何もつけないでいくの？え、あ、あるよ、馬肉のタレあるよ。いや、素材の味で十分やろ。ほんとに生肉なんて。だ、はい、あー、あー、なんか犬に餌あげてみたい。なんか、牧歌の里に来た時思い出したよ。うまいかい？うんうん。あ、でも味ついてた方がいいわ。そりゃそうだろ。うん、
どこに。あーでも生肉っていいな。やばい、私ちょっと寿司職人になれるかも。うまいうまい、え、めちゃめちゃ上手だよ、ね、ほんと器用だね、君。どうや、今まで見た中で何が好き。え、作品として。作品として、作品としてはちょっと悩むな。ゼータとユニコーンかな。ダブルオーとかシードとか言うかなと思って。いや、ダブルオーはダブルオーで、やっぱり最初に見た作品だから愛着あるし、そのなんていうの、ストーリーもすごい好きなんだけど。面白いよね。うん、なんだけど、やっぱ私は宇宙世紀も。そうだね。なるほど。いや、でもユニコーンかな。ユニコーン、でもユニコーンはやっぱり今までの宇宙世紀ありきで楽しいじゃん、うん、まあそうだね、うん、まああれはまあファーストから、そう、まあとりあえずダブルゼータ、逆シャア、逆シャアまで見てれば。だからそう考えるとやっぱゼータなのか。やっぱゼータが好き。うん、いや、まあこんなコアな話夢とするガンダムだもん。なんかさ、高校の時の連れと一緒になんか飲みに来た居酒屋のなんか2軒目って感じ。1軒目では死ねんだよ。1軒目は近況報告だから、ね、うん、そうそうそう、で2軒目でそうさみたいな、懐かしい話をするんだよ。そう、やばい、食べたい、早く食べたいね。いや、すごいね、全部馬だよ、やばくないですか。やばいね、うますぎて馬になっちゃうじゃん。ほんと、あー、馬だ。馬の真似、馬の真似、うまい、馬だけに。やべ、これどうしよう、幸せの塊、やばいね、これ見て、うわー、馬肉寿司、馬肉寿司、これサムネでいいよ。あ、これサムネにする。ほんと。はい、はい、できました。やった、馬肉寿司でございます。いやー、やばいね、ちょっと目の前に着くと最後興奮してきたわ。やばいね。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ね、タレはね、こちらでございます。はい、馬刺しタレでございます。いい、白い服だからこぼさないように気をつけてね。そうだね、それまだ新しいでしょ、かって。今日のしたばっか。いきなり馬刺しのタレまみれに並んでね。エプロンして食べる。はい、いただきます。いただきます。うわー、すごいよ。うわうわ、やばい、興奮してきたな。見てください、これこの質量のあるお肉。いや、厚切りだね。すごいね。あ、これだ、人も。人も私ですね。いただきます。やばい、やばい、うん、やっぱり馬刺しの中でもこれ、うん、馬肉のロースなんで、うん、若干脂が乗ってとても濃厚な味がします。すごいね、味はさっぱりなんだけど、こう、うん、のっこり、のっこり。俺、食レポダメだ。うまいしか言えない。これ、あの、余ったやつか。うん、余ったお肉で、普通の馬刺し。おいしい、最高。最高ですよ、これ。これ、でも、お米にさ、全部タレついてるから、こうしたら。うんうん。うん、うまーい。あー、これ、ちょっとビール飲みたい。リスみたいな。リスって尻尾を触ると、ね、引っこ抜けちゃうらしいから、ね、リス触るときは尻尾持っちゃいけないんだって。おいしい。うまいな、めちゃめちゃ美味しいですよ、これ。体調握ったやつ、これの2倍あってね。うん。やばい、ありましたね、そんなこと。そう考えると相当でかいよ。うん、じゃあの、興味のある人が、あの、見てください。貼っときます。ここにも出るかも、ここにも出るかも。うん、やっぱりか。どうした、ひょっとこ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、食っちゃった。食べたね。食っちゃいましたね。お腹いっぱいだ、ね、あんな肉やつとお米もね、もうもりもりだけど、もう一瞬ですよ。恐ろしい。あのね、業務スーパー、まああの、全ての業務スーパーはいないか分かんないですけど、まあ多分あるのかな、大体の業務スーパーあるのか。あるんじゃない、大体同じものが置いてると思うと思いますので。はい。はい、まあ、見つけたらね、買ってお家で馬肉寿司とかね、作ってみるとね、あ、結構テンション上がるんで、はい、皆さんぜひやってみるといいと思います。数百円で手に入る幸せです。そうっすね、はい、はい。
お腹いっぱいで眠たくなってきちゃった。起きろー。はい。はい、というわけでね、はい、今日の動画少しでもいいなと思ってくださった方はぜひいいね、そしてよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは皆さん、ご安全に。ご安全に。バーイ。